感染者増加に伴い GoTo 見直し報道が出ています。感染地域への GoTo 一時停止、いいとも制限要請、菅首相、4日連続2000人超コロナ感染で転換。菅義偉首相は21日、新型コロナウイルス感染症対策本部を官邸で開催し、観光支援事業 GoTo トラベルの運用見直しを表明した。感染拡大地域を目的地とする旅行の新規予約を一時停止する措置を導入。飲食業界の支援策、GoTo イートをめぐり、食事券の新規発行停止などの検討を都道府県知事に要請するとした。国内で21日に確認された新規感染者は4日連続で2000人を超えた。経済再生を優先してきた首相は方向転換を迫られた格好だ。とのことです。GoTo について思うことを述べたいと思います。あくまで健康のビジネス上の伝聞が元となっており、事実と異なる可能性はあります。1、GoTo トラベル。私は取引先にホテルチェーンや旅行会社さんもあります。発注はなくてもいいからと電話や感染者が少ない時期はアポイントがあり、会話することもありますが、売上9割減が何ヶ月も続き、ボーナスも出ないと絶望的でした。会社が企画した出張や旅行でクラスターが発生したら、社会的責任が問われかねません。仕事としては協力できないので、個人としていくつか旅行を予約し、感染者が多かったらキャンセル。感染者が少ない時には GoTo トラベルを活用しました。その営業担当さんは喜んでいましたね。2、GoTo イート。飲食のお取引先さんも、やはり売上が9割ほど減ったってところが多かったです。また感染者が来店した場合は消毒を業者に頼む必要があり、お店のサイズにもよるようですが、数十万から100万近くするとのことでした。消毒するくらいなら店を開けない方がマシということで、かなりの期間閉じていたようです。 GoTo イートのポイントバックの金額がランチ1人500円、ディナー1人1000円ということで、その金額に収まる店、ファミレスや回転寿司がポイントに収まるように注文し、ほぼ無料で食事するということができるため、かなりお客さんが増えたそうですが、自粛期間は店を開けるイコール白い目で見られるような気がしたと言います。GoTo イートの利点は、店を開けてもいい、政府のお墨付きをもらった、店舗を開けるきっかけになったということもあったようです。3、地域によっては感染者は社会的に抹殺される。感染者が今までに一人しかいない優秀な市がありました。仕事でそちらに行き、現地のスタッフに会ったところ、マスクをし、私に決して近づかず、ものすごくピリピリしていました。ほとんど感染が出ていない優秀な地方なのに、すごい市ですね、と聞いたところ、過去に一人出た感染者がインターネットで晒された。職場、自宅にいたずら電話や張り紙がその人に殺到した。退職し、引っ越すことになってしまった。私は引っ越すことができない、絶対に感染できないということでした。私は個人的にも感染してもいいやーっていう感覚を持っていますが、人や地方によって環境は千差万別です。安易にマスク取ってもええやんとはよう言えません。4、 GoTo か補助金か。感染した後に死亡や重症化しなくても、それだけで社会的に抹殺されるようなケースもあり、とても不幸です。かといって経済を回さないと、コロナ禍でピンポイントでダメージを受ける業界も多く、そういった業界は疲弊していく一方です。GoTo ではなくピンポイントで補助金を出せといった意見もあります。しかし個人的には補助金も手放しで喜べるとも思えません。例えば飲食店を半年閉めたとします。食材はほとんど使い物にならなくなり、たとえ補助金で生活できても将来を悲観し、スタッフが辞めてしまったり、また残っていたスタッフも動きが悪くなっていて、サービスが非常に低下するそうです。毎日営業することで様々なものが高品質を保たれると聞きました。仮に日本国民全員が1年くらい補助金で食べたとしたら、その時元の仕事をスムーズにできるのか。勤労こそ国力で国益だと思います。個人的には感染しても後ろ指を刺されない社会風土を作るために、政治家には GoTo に限らず、感染したからといって差別をしてはいけない、経済を回しましょうという政治判断を行っていただくのがいいのではないかと考えます。健康くんにしては真面目な動画で似合わないよね。
また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。